どうもーアーチです。はい、来ました、仮面ライダービルドナルデラックスエボルトリガー、出ました、ついに出ましたね。はい、おーかっこいい。もう最終フォームに変形しましたね。エボルトリガーでブラックホールフォームにパワーアップ、ブラックホールフォーム、はあ、すごいいいですね。何かなるかというと、まあ、変身ですよね。ライダーコブラ、ライダーシステム、レボリューション、アイレディ、ブラックホール、ブラックホール、ブラックホール、レボリューション、はあ、でこれで変身と。で2が必殺技、ブラックホールフィニッシュ、チャオで、3がフィーバーフローモードでさらにパワーアップ。おー、フィーバーフローなんでね、なるほど。オーバーザレボリューション、おー、なるほど。で最後がエボルトリガー音声遊び、ボタンを押してサウンド、あ、サウンドが出るんですね。なるほど。じゃあ早速開けてみましょう。はい、中身出してみました。こういう感じ。おー、かっこいいですね。ここメーターみたいになってます。なんかごつい感じがしますね。はい、でここに絶縁シート、うん、ここがボタン。おー、光んないですよね。鳴るしか書いてなかったですもんね。では早速鳴らしてみましょう。絶縁シートを取っていきますよ。おお、なるほど。オーバーザレボリューション。あ、ちなみにハザードトリガーと比べるとこんな感じ。こっちの方がここの握りがねぶっといですよね。ハザードトリガーこういう感じでね、蓋がついてて、まあ、作り的にはほぼほぼ一緒なんでしょうけど、こういう感じですね。じゃあもう早速変身してみましょうよ。じゃあコブラでいきましょう。刺す。お、ここ動いた。おー、ここが動く。はい、これで仮面ライダーエボルブラックホールフォームにパワーアップしたんですね。で、こっから必殺技もう一回回す。これが必殺技ですね。そしてさらにここから、フィーバーフローモード。ああ、なるほど。フィーバーフローモード。ここを押しての。で、回転。おお、ここから必殺技出るんですかね。これは一緒でしたね。じゃあこうビルドドライバーにね刺したらどうなるかちょっとやってみましょうよ。ラビット。で、こいつ。
なるほど、こっちのビルドドライバーから出る音声は同じなんですね。で、ここから出る音声が違うっていう感じになるみたいですね。この間のテレビではね、もう実際に変身した後にこいつがちゃんとこの形になって刺してたんで、ちょっとテレビ通りやってみましょう。変身した後にこれを刺す。これでブラックホールフォームに変身ですね。最初刺した時ちょっとちっちゃい音でなんかキラキラ言ってましたね。はい、こういう感じになります。はい、というわけで今日紹介したのは仮面ライダービルドからデラックスエボルトリガーでした。これでエボルトのね最終形態になりましたね。あとはセントのねビルドの最終形態ジーニアスフルボトルですかね、それが出れば揃うという感じですね。うん、かっこいいですね。このつけたね感じもね、このかなり大きい感じ、これかっこいいですね。こういう感じでね、うん、これもいいと思います。話の方もねちょっと佳境に入ってきて、今後どうなるのか楽しみですね。じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。